ってんだ。お姉ちゃん、はい、おやつ。部屋での用事もう終わったの？サンキュー。ちょっとアフターグローのことでな。でもこの量、夕飯前だぞ。だって練習の後ってお腹が空くんだもん。買い食いするとさよさんに怒られるし。大変だな。うちのバンドなんかパン食べ放題だぞ。でもあの湊さんのバンドだからな。正直初めはびっくりしたよ。それにしてもハードすぎだよ。来週までにまた一曲覚えなきゃいけないし。でもあこ、お姉ちゃん以外で初めて超かっこいいって思う人に会えたから。だから頑張るよ。うん、あこは甘えん坊だけど昔からこうと決めたことには頑固だよな。甘えん坊なのはお姉ちゃんの前でだけだもん。こう見えてもあこ、家の外では結構ちゃんとしてるんだから。本当か？本当だもん。なんで信じないの？嘘嘘。ドラムも初めは私に付き合ってるだけかと思ってたらいつの間にか。お姉ちゃん？あこ、お姉ちゃんみたいなドラム叩けてない？あこ、私と同じドラマが叩ける波のドラマーと、私とは違っても世界一のドラマーになるの。どっちかしか選べないならアコはどうする？お姉ちゃんは世界一かっこいいドラマーだよ。波のドラマーなわけないよ。そりゃあ私だって波で普通のドラマーのつもりなんてさらさらないさ。アフターグローでしか叩けない唯一の音を出してるつもりだ。そんな私が好きでアコがドラムを始めてくれたのもすごく嬉しい。それがこうして今も続いてることもね。うん、昔から振り向くといつもそこに当たり前にアコがいてくれるのが嬉しかった。みんな巴の妹って呼んでたよね。こんなお姉ちゃんの妹なんだぞって、それだけでも嬉しかったよ。いつも一緒だったのに、お姉ちゃんが小学校に上がった時、学校がバラバラになって本気で泣いたもん。あれは傑作だったな。幼稚園のスモック着て私のランドセルひょって。あこ、今日から小学生だもん。だって本当に悲しかったんだもん。小学校に上がったら今度は学年が違って全然会えないし。でもさすがにもう慣れただろ。教室に忍び込むと先生に怒られるし、成績表に書かれるからね。本当にすごい執念だったよな。それにお姉ちゃんが中学に上がってまた離れ離れでクサクサしてた時、リンリンと運命の出会いを果たしたからね。リンコさん最近元気か？うん、初めてリアルで会った時は全然だったけど、最近特にバンド初めてからはすごいいろいろ喋ってくれるようになったんだよ。もともとチャットの速度はアコより速くて神級だから、文字ではいっぱい喋ってたけどね。なんだっけ、パソコンのゲームのやつだろ。また徹夜でやったりしてないだろうな。バンドができてからは全然だよ。それまでは結構。あ、じゃないだろ。こら、ごめんなさい。でも今はドラム一筋です。ほら、お、練習動画か。あ、なんか変？いや、またすごい速度で成長したなと思ってさ。え、本当？そりゃ世界で一番かっこいい最高で最強なドラマーの妹ですから。ありがとう。でもな、アコ、追いかけているつもりが本当はもう隣にいるのかも。お、リンリンからメッセージ。え、今日って超レア級モンスターの出るイベントだったの？やばい、最近レベル上げサボってた。お姉ちゃん、ちょっとごめん。超強いやつ倒しに行ってくる。夕飯になったらちゃんと降りてこいよ。それと夜更かししたら原骨だからな。わかってます。あ、
ちょっと待て、宿題はやったんだろうな。モンスターだかなんだかは宿題して、夕飯食べて、お風呂入ってからにしろ。でも火の魔導士リンリンの相方は闇の召喚士のアコしかいないんだよ。闇の召喚士だろうがなんだろうが、私の妹だろ。やることはやってもらう。お姉ちゃんみたいになりたいんじゃなかったのか。